シ原ラリとひろみが MC を務める、ひろみサスハラの恋のお世話始めました。ABEMA、毎週木曜21時が29日に放送。この日は俳優、北村和樹の息子で振付師の北村翔誠が合コンに登場し、一同を驚かせた。写真、北村和樹のイケメン息子ひろみサスハラも、お父さんとそっくり。今回の合コンには、男性参加者に、 お笑い芸人のバイク川崎バイク、以下、BKB、紅白歌合戦に出演した経験を持つダンサーで振付師の北村翔生、格闘技イベント、ビセで活躍するキックボクサーの朝日雄太郎が登場。対する女性参加者は、ギャル雑誌、ナッツ、専属モデルの青ポン、元エビスマスカッツのメンバーでレースクイーンの藤井マリー、グラビアアイドルの小日向エリカの個性豊かな男女6名が集結した。 この日注目を集めたのは、俳優の北村和樹の長男である小生。北村が登場すると、ヒロと指原は声を揃えて、お父さんとそっくり。と驚愕。さらに、北村が口を開くと、ひろみは、声もお父さんに似てるね、と仰天。女性陣からも、イケメン、と大絶賛される中、BKB は、北村くんのこと知ってます。顔を見て、何か思いません。 蕎麦を盛り上げると、何も知らない女性人から、北村和樹さんに似てますね。という声が続出した。北村は、僕は息子です、と女性人を驚かせた上で、今日も父から、楽しんでおいで、と言われました、と話すと、差し原は、ええー、今、北村和樹さんが見てるかも、背筋を正しておこう、笑、とかしこまり、笑いを誘った。 父親譲りの彫りが深い顔立ちの北村に対し、BKB が濃い顔が好きな女性からしたら、たまらないんじゃない。と声をかけると、賛否両論タイプ。ハマっていただけたら、幸いです。わら、と謙遜した。さらに、北村くんは装飾男子っぽい感じがする、と注目の的になると、女性陣からも、ずっと口元のにやけを隠してる。あんまり目が合わない、とやり玉に上がり、 タジタジになる様子を見せた。そんな北村は、青ポンから思いを寄せられ、二ショットトークへ。青ポンは、第一印象からずっと選んでる、北村さんの気持ちが傾くように頑張る、と構成をかけると、北村は、にやけるな、と照れ笑い。続けて、こんな風に言われたことがない。自分から告白をしても、振られた歴史しかないから、と頭をかいていた。広ロサスハラの、 恋のお世話始めました。わあべまにて毎週木曜21時放送。1週間見逃し配信。